まあ一目惚れだったんですけども、その見たことないテクスチャーで、あの本当に物質としてのその存在感がすごいあったんですよね。地球のどっかの奥の方に潜んでた鉱物なのか、宇宙から降ってきた何かなのか、人が作ったものとは思えない感じがするというか、ひたすら金属を叩いて、手で叩いて作られてるらしいんですけど、目に見えない何かを目に見える作品というものを通じて表現するのが現代アートであるのであれば、自分は人の心とか生きる理由を作品にしてみたい。僕は幼稚園からずっと不登校だったんですよ。で、文字の読み書きができなかったんですよ。で、美大に進学できなかったんで、まあもう独学で勉強するしかなかったんで。彼は美術教育を受けていないアウトサイダー。未来に残るアーティストを見極めるスペシャリストたちは、確かにそういうアウトサイダー系のアーティストさんって、ね、美術教育受けてなくて活躍されてる方たくさんいらっしゃるから、うんうん、そういった意味では六角彩子が、うん、さんが、うん、美大じゃないんじゃないかったかな。美大じゃないですよね。デザイン系からスタートしてる、うん、あで自分でこう、うん、いわゆるファブリックなところで自分の指でこうね描いていて、絵を描いて、うん、そう海外の方がその日本の大学の名前さえ知る、うん、名前知らないから知らない、あの、うんフラットにっていうか、はい、あのオープンに評価するんじゃないですか。いやだから大事ですよね、はい、作品本位で評価するってことですよね、うんうん、その活動とか作品とかそういったことで評価できるのもあるんじゃないかなと思うんですけど、ーベースがファッション業界だったりするんで、うんうん、カウズとかですかね。あーカウズはそうですね。アートプロデューサー小松隆弘、ファッション業界からアートの世界に進出、アートプロジェクトのプロデュース集団ワトワギャラリーを設立。ファッション、ストリート、伝統、デジタル、自然、あらゆるジャンルの垣根を越えアート活動する人の輪を結ぶ現代アート界の若き革命児。いわゆるバーゼルの中にカウズがたくさん入ってるってことはほぼないんですけど、そのストリートの文脈とかそのアウトサイダーの文脈で言ったらカウズかなり頂点の方にあるっていうか、間違いないですね、そういうのを感じたんですよ。確かにファッションに興味があった人がカウズの作品を買うようになった、うん、そうですね。日本の美大出てるこのアーティストってデッサン力とかめちゃくちゃうまいなって思うんです、うんですね、技術的には非常にもう高度なところまで出来上がっているっていうところまではいけてるけど、絵がうまいからって言ってこう認知されるっていうわけではないわけじゃないですか。そうですね。そこから上にどうアーティストとしてこう社会の人たち社会を揺るがしていくかみたいな、うんうん、アートの評価は経歴や技術では決まらない。では独自の手法で生み出された金属アートは未来に残せるか。この番組は新しいアート作品を探すコレクターが、こんにちは、実際にアーティストの元を訪れ話を聞き、そしてその作品を未来に残すためしたいと思います。ぜひその一部始終を描いたドキュメント、毎回続々と注目のアーティストたちが登場。ジ・アートハウス、そのアートは100年後に残せるか。作品を買うことでアーティストを支えるパトロンたち、ここにも一人新しいアートを探すコレクターが、中村雅宏です。つくる場という会社を含めていくつかのスタートアップを経営しているあのものです。起業家中村雅宏、リノベーション住宅の流通事業などを行う株式会社つくる場を創業。働く場、生活する場など人と人とが結びつく場を作っている。今注目しているアーティストが、
マダラマンジさんですね。はい、まあ、立体彫刻というか金属の彫刻、もうひたすらあの刀鍛冶のように金属を叩いて、本当一つの作品作るのにもう数万回とか叩くんじゃないですか。マダラマンジ、刀鍛冶のようにひたすら金属を叩く。スペシャリストたちもマダラマンジの名前を知っていた。まあ、僕もそうですけど、倉田さんなんかあれですよね、 4点ぐらいもうずっとコレクションし続けていて、多分個展があれば必ず見に行って。オークショナー倉田陽一郎、日本最大手のオークションハウスの一つ、神話オークション主催。こう自分が作品に対する思いってすごいこう強い人で、あのこう金属をこう重ねてひたすら叩き続けて、叩いて一瞬見るとすごい重いものが見えて、実はすごい軽くて、重く見えて実は軽い。東京銀座、アーティストマダラマンジの作品はホワイトストーンギャラリーに展示されていた。コレクター中村は未来に残すため、アーティストマダラマンジの作品を購入するのかしないのか。おお、すごい。いや、いいですね。なんかアンバランスな感じがね、なんで立ってんだろうみたいなよくよく見たらこれ何っていう素材感をしてるし、何の模様なんだろう。これとかもうなんかあの建築ですよね、基礎に埋め込まれた何かっていうような。この作品にとってなんか額なのかな。いや、このコンクリートも浮いてるんですよ、端っここの不安定な感じ、なんか全体的に不安をそそりますよね。大丈夫、倒れないみたいな。いらっしゃいませ。あ、どうもこんにちは。こんにちは。樋口はこの画廊のギャラリスト。いかがですか。いや、不思議ですよね。そうですね本当に、本当どうやってこの模様出てるのかなとか、これもう本当に。そうですね、これは木眼鏡っていう、まあ、非常に古い技法なんですけど、はい、江戸中期のですね、秋田の方で生まれた技法なんですよ、ね。木眼鏡とは色の違う金属を重ねて熱で溶接削り出すことで木目のような文様を浮かび上がらせる江戸時代から続く伝統技法。今でも木目鏡っていうのはあの指輪ですとか、はい、あのそういうものに使われてるんですけど、はい、それはあの機械式のハンマープレスみたいなものである程度あの薄くするんですけどね、万事さんの場合は最初から最後まで手打ちっていうのは、本当にはっきり言って常人の技じゃないですか本当頭おかしいんじゃないかな逆に言ったらっていうぐらいそこまで力が入ってるっていうか。はあ、そう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 。マダラマンジはなぜ金属を叩き続け作品を作るのか、そして不安定な形に作品を立たせる意味とは。東京品川区のビルの中にアーティストマダラマンジのアトリエはある。すごい音してますね。ここですね。すいません、失礼します。こんにちは。こんにちは。こんにちは。マダラマンジです。どうも。お疲れ様です。よろしくお願いします。金属彫刻家マダラマンジ。一つの作品を完成させるのに振り下ろすハンマーの回数は10万回。材料は厚さ1ミリのさまざまな金属の板をブロック状に束ねたもの。実は。この魂を込めるような制作過程と束ねた金属の板にこそマダラマンジが作品に込めたメッセージがある。
1000度の高温で熱したらハンマーで叩いて金属を圧着、薄く伸ばしていく。ある程度叩き伸ばしたところで金属の板に穴を、その穴を叩いていくと穴の断面に見えていた層がまだら模様になって現れる。厚さ1ミリ、A4 用紙ほどの大きさになるまで叩き伸ばしたら、四角くカットし立方体の形に貼り合わせたものが作品となる。まだら万次がこの作品に込めたメッセージとは。目に見えない何かを目に見える作品というものを通じて表現するのが現代アートであるのであれば、自分は人の心とか生きる理由を作品にしてみたい。この不安定に立つ立方体はいわば人。生きてるとあるじゃないですか、耐えがてっていうこと。でもみんな必死に耐えて何かを学んだり何かを改善したり何か成長につながったりとかっていうになるじゃないですか。この鮮度のエネルギーともう壊しかねないほど強烈な打撃っていうのが、そもそも人生、生きてれば絶対そういうものを食らい続けるというか、でも負けないっていう気持ちがあったらかっこいいビジョンになれるよね人生がっていうのが自分はすごく強いんですよ。そして幾重にも重ねたさまざまな金属を素材に選んだ理由、人の心みたいにいろんなものが複雑に混ざってる何かこう立体物が作りたかったんですよ。で最初は何かこう混ぜやすいっていうのでちょっとこう粘土とかを混ぜてみたこともあるんですけど、その粘土って混ざってて当たり前じゃないですか。でも人の心って混ざってて当たり前じゃないものばっかり混ざってるじゃないですか、いろんな感情とか、まあ理性と本能とか。行き着いた答えが金属。複雑な人の心をより表現するためまだら万次の名前の由来でもあるまだら模様を施した。そう、実はこの作品はまだら万次自身の投影でもある。そこには彼の複雑な幼少期が関係していた。僕幼稚園からずっと不登校だったんですよ。辛かったんですよ。だっていじめられるし、不登校で居場所はないし。で、例えば僕は文字の読み書きができなかったんですよ。小中高、ほとんど学校にも行けず引きこもる毎日。そして、まあ、そこからこうなんかそういうふうな生きる理由とか生きるための力とか生きるってどういうことなのかとかをすごくこう、まあ、トピックに何かを表現したりっていうのをしたいなっていうふうにつながっていったんで、打ちのめされるような人生の中で複雑な心を抱えながらも生きることとは何か、そんな思いを込め作り上げた作品をまだら万次はあえて不安定に傾けた。ありえない角度で直立してるっていうことは、はい、立とうとする意志がここに存在するわけじゃないですか、うんうん、まあ、これを人の心に置き換えたら生きようとする意志とか、うん、まあ、そういうのもあると思うんですけど、それ踏まえて一生懸命生きてる人間って、うんうん、僕はすごくかっこいいなと思うんですよ、うん、でそのかっこいいなっていう工程を、はい、やっぱり形にしたかったっていうのがあったんで。なるほど。悩み苦しみながらも立ち続ける人はかっこいい。俺は生きてたい。で生きることっていうのはマジ難しいと思うんですよ、マジで。でもだからこそ人生は美しい、本当に俺はそう思います。だから生きてるってかっこいいと思うっていうのを言いたいっす。人生はなかなか悪くない。アーティストの思いを知ることでまた作品の見え方が変わる。コレクター中村は未来に残すためまだら万次の作品をしたいと思います。ぜひ、はい、こちらの作品の小さいサイズをオーダーした。東京六本木 NCA 日動コンテンポラリーアート、ここで世界的アーティストの展覧会が開かれている。
ブラジル出身のアーティスト、ビッグ・ムニーズ。巨匠の名画や写真をジャムやピーナッツバター、トマトソースなど身近にあるものを素材にして再現。それを写真に収めることで作品に。ゴミ集積所で暮らす地元住民たちと共にゴミを素材にした作品を制作。その制作過程に密着した映画はアカデミー賞長編ドキュメンタリー部門にノミネートされた。リオデジャネイロパラリンピックではアーティスティックディレクターとして開会式にも参加。そんな世界に名を馳せるビッグ・ムニーズが手掛ける新作、展覧会のタイトルはギビ。コミックを意味するポルトガル語。描いているのはディズニーの有名キャラクターたちで再現したアーティスト、コレクター、ギャラリストなどの7つのアートシーン。作品に使われている素材はビッグが幼い頃読んでいたコミックを細かく切ったもの。実はディズニーが創立100周年を記念してビッグをはじめ100名の著名アーティストに作品制作を依頼したのだという。 Always wanted to work with Disney. I've been, it's a little bit an obsession of mine since I was a child. When I grew up, and I grew up in a poor section of the city, in a place that didn't have any libraries, or at the time we didn't have internet, or a place where you could just go and read. So to the outside world was the newsstand. And in the newsstand, you know, you had, you know, comic books. It's like, and most of them were by Walt Disney. そして実はこの展覧会の仕掛け人はビッグ・ムニーズの古くからの友人でもある、この番組のスペシャリストの一人、アートアドバイザー塩原正史。Because we've done so many things together. You know, he came so many times to Brazil, and Masashi is my connection to Japan. You know, it's always big っていうと、もう湧き出るアイデアがあるんですよ。で、それを作っていくのに際して多くの人を巻き込める力があるんですよ。ブラジルのゴミ集積所にいる人たちを巻き込んだりとか、一緒に作品を作ってその作品として実現できる、それは彼の人柄であり、彼のその発想力、想像力だと僕は思ってるんですけれども、その実行力っていうのは僕は見ていていつも驚かされるんです。そして今年3月、東銀座にある銀座松竹スクエアで、以前番組で紹介した注目のアーティスト京森公平による展覧会とトークショーが行われた。展覧会のタイトルはマイナビアートスクエアプレゼンツ公平京森ナイマゼ。ナイマゼとは複数の演目の要素を織り交ぜながら脚本を制作する歌舞伎のテクニック。古今東西の装飾文化を作品に盛り込む京森の作風から着想を得たこの展覧会では、松竹株式会社の協力のもと、実際の歌舞伎の衣装が展示された。人類が積み重ねた膨大な装飾文化を現代的な観点とつなぎ合わせ、それまでになかった作品を生み出し続ける京森公平の世界。藍染め、金継ぎなど日本の伝統文化を取り入れ描いた自然崇拝の神々をはじめ、ローマ神話に登場する女神ヴィーナスをモチーフにした作品も発表された。今後京森は10月にホワイトストーンギャラリー北京で全てが新作の個展を開催する。次回はペインター榎本真理子。ジ・アートハウス、その後は100年後に残せるか。